こんな離れた土地なんだったら100ギルぐらいにしても大丈夫だよ、おじいちゃん。200ギルとかってぼったくりするとこいっぱいあるから大丈夫だよ。超良心的。まあ、ベッドとかお粗末なものからだからかもしらんけど。なんか光ってるって言ってたな。なんだろう。井戸ってこれじゃないのかな。一緒だ。バレットどうしたの？すまねえな。何があったんだ？この辺りには俺のふるさとがあった。あったとは？今はもうない。砂の下に埋もれちまったらしい。たった4年で。だからどうしてさっきの人たちあんなひどいこと言うの？俺のせいだからだ。全部俺のせいなんだ。俺のふるさとポレルは古くから炭鉱の村だった。ほこりっぽくて喉が貧しくて騒音でてててマコーロという名を初めて耳にするとき、あの時までは。どうする反対しているのはダインだけだが、ダインさん、俺は絶対反対だ。ホレルの炭鉱を捨てるなんてできない相談だからな。ホレルの炭鉱は俺たちのじいさんたちが、じいさんたち、親父たちが命を懸けて守ってきたものだ。俺たちの時代になって捨てることなんてできない。でもよ、ダイン、今の時代炭鉱なんて誰も使わない。時代は逆らえねえんだ。そう、時代の魔鋼エネルギー。大丈夫です、ダインさん。魔鋼炉完成の暁には、我々信者カンパニーが皆さんの生活を保障いたします。な、ダイン。俺は、女房のミーナにこれ以上苦しい生活をさせたくないんだ。そんな俺だって同じなんだ。でも、それでも俺には炭鉱を捨てるなんてできないんだよ。ダイン、分かってくれ。分からん。悩むね、そういうのね。こうしてコリルの魔鋼炉は建設は完成した。俺たちは豊かな生活を夢見ていた。しかし現実はそうでもなかったってやつね。燃やされている。どういうこと？俺とダインの村は離れているほんのわずかな時間の出来事だった。ホレルの村は神羅軍によって焼き払われてしまったんだ。大勢の村人たちも家庭もなんちゃらくんちゃら。わあ、きつ。神羅の軍、一体何のために？魔鋼炉の爆発事故が起こったんだ。神羅はその事故の責任をコレルの村の俺たちに押し付けた。反対派の仕業だと言ってな。ひどい。ああ、確かにな。でもよ、俺は神羅以上に自分が許せなかったんだ。俺さえ魔鋼炉に賛成しなければ。自分を責めちゃダメだよ。その頃はみんな、神羅の曖昧な言葉に踊らされていたんだから。だからよ。だからこそ、俺は自分に腹が立ってんだ。立つんだか。曖昧な言葉に乗せられた挙句、女房、みんなを失い。おーい、あんたらゴールド捜査に行くなら早く乗っておくれ。料金は必要ないからね。ロープウェイ乗りますか？乗らない。ダインは親友だったぜ、ガキの頃からのよう。大丈夫か？全部俺のせいなんだ。そんなことないよ。
信者のやることはみんな不幸にしてしまうのね。せやな。ロープウェイゴールド捜査機だ。料金はただだから心配いらんよ。なるほど。そっか。なんか悲しい、悲しいな。あとは、もうないんかな。ゴールド捜査に行くだけかな。ここになんたらこんたらって言ってた気するけど。まあ、いっか。行きましょうか。ゴールド捜査の行くさ、道なのにさ、道っていうか、あれなのに、すごい廃れてるよね。奥ある？なんもないか。ゴールド捜査行こっか。楽しいとこに行こうぜ。やば。楽しい。かわいい。うわ、チョコボがいる。ようこそゴールドソースへ。ありがとうございます。ようこそゴールドソースへ。団体様ですね。入場チケットは1回3000ギルです。何回でも入場できるゴールドチケットは、わお、マジか、3万ギルになります。払わない。待って、持ってないな。お金集めてこようかな。とりあえずセーブしましょう。え、なんて、なんて、セーブメニュー選ぶと、GP。そう、セーブできないじゃん。入られへんのかな。あ、入れないのか。めっちゃぴょんぴょんしてる。しょうがないな。ありがとうございます。チケットは一度ゴールド操作から出ますと無効になりますのでお気をつけください。ゴールド操作では料金を GP でお支払いいただくものが多数あります。GP はゴールド操作のみで使うことができるお金だと思っていただければ結構です。 GP はワンダースクエアの各種ゲームチョコボレースのバーでのみお求めいただけます。それと団体 GP の個人所有は1万までとなっておりますのでお気をつけください。どうぞこれからでお楽しみください。とりあえずこれでセーブはできるってことだな。なんかぼったくりされた気分だわ。あれ、持ってない。そう、もらえないのか。ゲットしに行くか。ここ出れないんじゃね。じゃあ
うわぁ、楽しまなくちゃ。そんな場合じゃないのは分かってるけどね。ねえ、バレットも元気出して。そんな気分にはならねえ。俺のことは放っておいてくれ。そう、仕方ないね。行こ。おお。ひそひそ。エアリス、ちょっとひどいんじゃない？ひそひそ、こういう時、変に気を使わない方がいいのよ。そうかな。大丈夫よ。私たち遊んでくるね。当てにしろ、チャラチャラしやがって言う。俺たちはセフィロスを追ってんだぞ。それを忘れるんじゃねえ。占い館に行った。怒っちゃった。あ、でも大丈夫みたい。なんかいつものバレット少し元気出たみたい。そうか、私と行くのか。一緒に行く、行かない、行かない。選べるんだね。クラウド、はいはい。一人で行かないで私と行きましょう。セーブしたいんだけどな。あ、ケットシーだ。かわいい。ここは一風変わったショーをするんだ。今日やってないみたいだけど、また来てくれるといいよ。はーい。ふっ、君もぐすいな人だ。二人だけにしておいてもらえないか。すいません、すいません。悪いね、今の時間何もやってないみたいよ。セフィロスが来てるかもしれないから気をつけなくちゃね。一緒に行く？一緒に行かない？あ、選べるんだ。一緒に行く？なるほどね、こういう風になるんだね。わあ、怖っ。なんだこりゃ。いらっしゃいませ。当ゴーストホテルへおいでいただき誠にありがとうございます。ひひひひひひ。お部屋のご予約は奥のカウンターでどうぞ。ひひひ。ああ、なるほどね。ホテルなんだ。なるほどね。不気味なホテル。ホーンテッドマンションみたい。どこや？ここか。あ、でも、他のとこからでも抜けれそうな気がする、これ。ほら。どこに行くんやろ。あ、ケットシーだ。ヘイユーくらい顔してますね。どうですか？皆さんの未来占うで。明るい未来、豊かな未来。あ、悲惨な未来が出たら堪忍してや。あらら、すいません。僕は占いマシーンです。名前は、ケットシー言いますね。実はケットシーって上の猫が本体っていうね。占うのは未来だけか？バカにしたらあかんで。うせも、ん？うせもの、うせに何でもございや。セフィロスという男、どこにいる？セフィロスですな。ほな、行きますぜ。かわいいセフィロス、ロケットシーが。中吉、活発な運勢になります。周りの人の好意に甘え、一頑張りしておくと、夏以降、ドッキリな予感。なんだこれは。あれ？もっぽやりましょうか。
忘れ物に注意、ラッキーカラーは青。もういい。待っていいな、もう一遍やらして。んだと？なんて書いてるの？求めれば必ず会えます。しかし最も大切なものを失います。ええんか悪いんかようわからんな。こんな占い初めてですわ。気になりますな。ほな行きまひょか。はあ？占いや血統師としてはこんな占い不本意なんです。きっちり見届けんと気持ちが収まらん。皆さんと一緒に行かせてもらいますわ。いいのクラウド、どない言われてもついていきます。おいおい、なるほどね。ケツソシーがここで通じていくんか。ポイントゲットしてきる？バスケットギーやる。ちょっとやってみよう。ほい。ほい。もう一回。難しくない？そんなお金持ってないで。ほい。いった。よっしゃー。だね、1ポイント。めっちゃ稼ぐの大変やん。あなたは GP 一点も待ちです。はい。ここでは GP を商品と交換することもできます。いかがですか？ゴールドチケット。やっぱり何か。アームレスリング、メガ相撲。くらい100ギルやる。対戦はレスラー、相撲レンボ、レンダ。はい、レディーゴー。ユーロス。マジで難しくね？難しくね？みんなどうやってお金貯めてるんだろう。ここだ。3D バトラー、ワンプレイ200。上真ん中下ね。やってみよう。上真ん中下。はい。で。あった？やった。うん、でっかい出てきた。
痛い。負けた。惜しいな。終わった。それだけか。セーブするとこもないしな。どうしたらいいんだろう。なんだこれ。そこの少年。はい。どうだね、楽しんでいるかね。うん、そうか、楽しんでいる。楽しんでいるか、よかったよかった。なあ少年よ。俺はクラウドだ、少年というのはやめてくれ。ん？私か？私はゴールド操作の園長、デュオという。気軽にデュオちゃんと呼んでくれ。わかる。聞いてないな。そうだ少年、クロマテリアを知ってるか。知らない知らない。はっはっはっは、少年、嘘はいけないぜ。この私の目はごまかせないぞ。なぜ俺に聞いた。少し前に少年くらいの少年が来て、クロマテリアはないかと聞いていったからな。同じぐらいの少年なら知っているのかと思ってな。その男はクロマントの。その通りだ。それに手の甲に一度タトゥーをしていたぞ。その男はどこへ行った。あ、そんなのは知らんよ。さすがに私も知らんよ。では、クロマテリア。お、そうだ少年よ。よかったら格闘技場に寄ってみてくれ。君なら気に入ってくれると思うよ。私のコレクションの数々も飾ってあるこっち。こういう階段って気をつけないとね。何よっていろいろだよ。ふふ。うん。お客様、お申し込みはこちらでお願いいたします。お申し込み、あ、出ちゃった。はい、行こう。ゴールド操作にようこそ。わお、なんだここは。取れた。大丈夫？死んでる死んでる。どういうこと？ちょっとクラウド？ほんまにちょっとクラウド？うわお。セフィロスがやったのか。これは違う、銃で撃たれている。セフィロスは銃の後使わない。おい、何があったんだ。片腕が銃の男、バレットのことか。片腕が銃。そこまでだ、おとなしくしろ。ということ？お前らがやったのか？ちょちょ、違う、俺たちじゃない。私の見込み違いというわけか。はよ、逃げない、やばいで。おい、捕らえろ。いやー、ちょっと待って待って。ということ？私ただ単にセーブポイント探してただけやのに。ここまでだな。待て、話を。
クラウドさんわいっぱい機械がいっぱい。あと一人だな。はい。おい、少しはこっちの話を聞けって。聞くことはない。下で罪を償うのだ。やれ。はい。なんでなんで？どうしてそうだった？クラウド大丈夫？ここは砂漠の監獄、ホレルプリズンやな。砂漠の監獄？そうや、砂漠の竜さんに囲まれた自然の監獄や。一度入ったら出ることはかなわんって聞いてます。だけど確かなんか特例があったような。バレット暴れとる。大丈夫？バレット、あんたまさか本当に来るな。これは俺が肩をつけなくちゃならねえことなんだ。ほっといてくれ。どうしたんや。よー、あの人も皆さんのお知り合い。なんか危なそうな人やな。そんな、バレット。大丈夫？これも銃で撃たれた後だ。ここ入れる？入っても何もなかった。うわ、敵いるんかい。ヘッド氏経験値高っ、 HP 高いね。魔法ミニマム、なるほど。ちょっとしょっぱいね。あ、痛い。あ、回復された。どういうこと。ダンス。じゃあダンスじゃない、ダイス。ひゃはは、ようこそホレルプリズム。あ、セーブポイントある。一応敵出てくる。ここも敵出てくる。よっしゃ、セーブがやっとできる。では、キリがいいのでこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではでは、バイバイ。